FM 大阪から生放送でお送りしているミュージックビット、今日のゲストはこの方たちです。お声をお願いします。こんにちは、モーニング娘。20の石田由美と香川かねです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、3年ぶりになるということで。はい、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりでございます。ワンセブンの時にね来ていただいたんですけども。そうなんですよ。まあ3年というね月日が流れますと、ここにはもうダイスさんがサブリーダーにも就任したよということも書かれておりますし、いろいろあるわけですね。そうなんですよ。サブリーダーになって2年ぐらい経つんですけど、うん、前回ワンセブンで出演させていただいた時はリーダーも一緒で、はい、福村瑞希さんも一緒にいたんですけど、はい、まあ、そのリーダーも、うん、モーニング娘。の歴代最長リーダーなんですよ。どう6年今現在なおリーダー続けていらっしゃって、はい、どん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 モーニング娘。はたくましくかっこよくなってますよ。そういうことですね、はい、ただ今年はほんま大変やったんちゃうかなと思うんです。そうですね、うん、なんかライブとかもたくさん中止になってしまったりだとか、だからこそ普段できないようなソロで歌うライブだったりとかが開催されたりとかはしたんですけど、うん、もういつもとは違う1年過ぎて、私たちもなんか全員がもう新メンバーみたいなくらい新鮮な1年でしたね。吸収することも多かったですか？はい、もう学ぶことも多く、うん、なんか結構 SNS を通じてファンの皆様とやり取りっていうか、うん、なんだろう、本当に私たちもファンの皆さんがいないとこの活動って頑張れないし、はい、それで実際なんだろう、そのみんなが、お家にいてくださいねっていう期間に、なんだろう、モーニング娘。から本当にパワーもらって今生きてますぐらい、それぐらいなんか熱いメッセージとかもいただいたり、自粛期間にモーニング娘。のファンになりましたっていう方もいらっしゃるんですよ。へー、ただそういうのは本当になんか今ならではっていうか SNS があってよかったなってすごく思います。すごいですね。だからいろいろと、はい、まあね、大変なこともあったけども悪い面だけじゃなかったと、はい、もたらしてくれたものも大きかったっていう感じですよね。そうです、新たにファンになってくださった方もいるのでありがたいです。それめちゃめちゃ嬉しいことやと思いますよ、ご新規さんって。本当です。ねえ、本当です。はい、で、ハガちゃんは前回若干の変顔、そっかあったね、変顔もやってくれましたということなんですが、写真集も出したと非常に大人っぽくなったということで。そうなんですよ、はい、スタジオにお邪魔させていただいた時はまだ15歳で、若っ、あの中でも最年少だった時代時期なんですよ。だけど今は年下のメンバーも入ってきて、うん、最年少ではなくなり18歳になり、うん、写真集も表紙から少し大人っぽい表情をさせていただいて、うん、なんかその2017年がそんなに昔のことだとは感じないんですけど、やっぱり周りからも、あ、髪を伸ばしたっていうのもあって周りからも結構そうですね、言われることも増えましたね。大人っぽくなったねって、雰囲気変わったねって、うん、はい、言われることが多いです。サブリーダーから見てどういったところが成長したと思いますか？いやー、大人になっちゃいましたね。おなんか結構羽賀あかねちゃんはみんなの妹的立ち位置というか、あのずっと最年少でモーニング娘。の妹ポジションにいたんですけど、はい、こう最近15期メンバーが、1年前ですね、15期メンバーのもう15歳の子が加入してきたこと で、はい、その教える姿とかを見ると本当に、あ、お姉ちゃんやってるじゃんっていう、うん、そのモーニング娘。を家族で表すならば15期メンバーがもうすっごい妹、はい、で、あかねちんはお姉ちゃんで、私は母みたいな感じでやらせてもらってます。はい、お母ちゃんから見ても頼もしいよと。いや、もう本当楽しいです、ね、ということでございますが、そんなモーニング娘。20、なんと12月の16日69枚目のシングルを発売です。ありがとうございます。69枚目ですって、はい、本当に歴史がもうすごいですね。純情エビデンス、ギューされたいだけなのにということで、はい、はい、このまあ両 A 面という、ね、感じになっているんですけども、この純情エビデンスは初めて聞いた時ってどんな印象でした？結構なんかイントロが可愛く静かに始まるので、うん、あ、そういうこう静かな感じの曲なのかなって思ったら、
もうイントロ始まって数秒後にめちゃめちゃかっこいいこう音が流れ始めるんですね。なのでこう、あ、やっぱモーニング娘。ってこうでなくちゃいけないのかなっていう本当にかっこよさを表せる曲だなって思うんですけど、歌詞もすごくこう次のステップに進もうっていう背中を押してくれるような、励ますっていうよりも背中を押してくれるような歌詞になっているので、うん、たくさんの方に聴いていただいて頑張ろうって思っていただけたら嬉しいなって思いますね。今にもすごいぴったりだというかね、昨日を振り返るよりも、うん、なんか今日明日、まあ、前を向いていこうという確かにおっしゃったような、ね、そういうメッセージ感じられますよね。はい、でも結構あのつんくさんが書いてくださる歌詞ってこう深く読み解いていかないと初見ではんどういう意味なんだろうってちょっと多分思われると思うんですよ、うん、なんだろう、最近だったらあのもう今すごくテレビでも大人気の NiziU があの新曲を出されたと思うんですけど、はい、NiziU の曲とかはこうまっすぐに一緒に頑張ろうねって言ってるのが伝わってくると思うんですけど、もうモーニング娘。の曲はもうすごく自由に読み解いていってほしいんですよね。なるほど、もう最初はだから難しいかもしれない、でも読み解いたらなんかすごい深いこと言ってるからぜひたくさん聴いてほしいです。そこでつんくさんのね素晴らしさも感じていただきたい改めてということでございましてさあそれでは聴いていただきましょう。曲紹介をお願いします。はい、私たちのかっこいいナンバーぜひ聴いてください。モーニング娘。20で純情エビデンス。お届けしたのは12月の16日に発売されます69枚目のシングルです。モーニング娘。20で純情エビデンスでした。ありがとうございます。かっこいい曲ですね。はい、うん、読み全体宇宙をイメージしてるんですよ、うん、ダンスも衣装も宇宙をイメージしているので、今こうやって聴いただけではなくぜひミュージックビデオの方も見ていただきたいななんて思います、ね、YouTube で見れます、はい、あの広い場所、うん、は、はい、ねえかっこよかったんですか、うん、あれはなんすかイオンの屋上かなんかですか。いや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 違いますよね。駐車場なんですけど、うんうん、駐車場みたいなとこではあるんですけど、ドローンを使って撮影したりなんかもして、うん、そうです。私たちのダンスをいろんな角度から見ていただけるんじゃないかなと思います。あ、確かに確かに、ちょっと映像作品としてもね、はい、堪能できるようなね、はい、その作りになっておりましたし、歌詞の奥深さみたいなのも、だからそれぞれがそれぞれに解釈をしていろんな部分に出会っていただきたいということもありましたので、はい、じっくりと聞き込んでいただきたい一曲、そして、はい、もう一曲がギューされたいだけなのに、うん、かわいい、ちょっとまた印象がね変わります、はい、女の子の可愛い部分が出てるんでしょうかね。そうですね、一緒にこの曲をいただいて、タイトル「ギューされたいだけなのに」っていうのを見た瞬間に、モーニング娘。ってかっこいい曲の方が多いので、はい、あら、ギューされたいだなんてすごい可愛い曲来ちゃったのかなついにって、はい、思ったんですけど全然違くて、はい、大人っぽいかっこいい、これもまた曲となっております。このなんていう口調というんですかね、はい、うん、このあたりがもう一筋縄ではないよっていうところが、ちょっと女の子の、まあ、強い部分というかかっこいい部分にも通ずるところですよね。はい、うん、なんかギューされたいっていうただそれだけの心細い感情を持ってるのに、うん、こうお相手の彼氏さんには強気で当たっちゃうっていう、うん、ちょっと共感できる方も多いんじゃないかなと思います、うん、長電話してこいよと。はい、そうですなんかこう心の中では可愛らしい女の子のそのギューされたいんだけどなって本当は思ってるのに、口を開いたらちょっとその口が悪くなってしまうというか命令口調になってしまう女の子って多いと思うんですよ、うん、だからそういう子たちにぜひ共感してもらいたいし、なんだろう、あえてもしこう今お付き合いしている男性とかに実際にギューしてほしいんだけど気持ちがうまく伝わらないなっていう方がいらっしゃるんだったら、その彼氏さんの前であえてこの曲を流すとか。おお、はい、いいかもしんない、使っていただいてもいいんじゃないかなと思います。うん、うん、おっぱなからギューされたいだけなのにって言ってるので、はい、一瞬で彼氏さんもちょっと意思を汲み取っていただけると思いますね、うん、そうですね、それで気づかないやつはもう別れた方がいいよって話ですよね。いや、そうですそうです、はい、そうです、結構そこで別れますよ、大事ですよだって、はい、これの MV もはあのさっきのとまたガラッと印象変わって、あのすごいいいホールみたいなところで、そうです、ね、はい、踊ってらっしゃったし、衣装の雰囲気も違いますね。はい、
衣装、とてもみんなそれぞれバラバラな衣装で、結構モーニング娘。は揃った全員同じような衣装が多いんですけど、今回は私服衣装で全員違ったみんなそれぞれの衣装なんじゃないかなと思うんですけど、ミュージックビデオで石田さんウサギさんになってるんですよね。そうなんです。なんかこの曲の歌詞の中にウサギちゃんシンドロームっていうなんかパワーワードみたいな歌詞が出てくるんですけど、はい、その確かに印象に残る歌詞なので、ミュージックビデオでも、メンバーがウサギちゃんのぬいぐるみを抱きかかえていたり、はい、そういうシーンがある中で、なぜか私はウサギちゃんの耳カチューシャつけ白い服を着ウサギちゃんになりましたっていう撮影をしたんですね。はい、でもなんかそのシングル曲の中で印象的なシーンを撮影できるのは ありがたいな、嬉しいなと思って気合を入れて、そのウサギちゃんになりきって表情を作って撮影させてもらったんですけど、いざ完成したあのミュージックビデオを見たらですね、あの私のウサギちゃんのシーンはあのピンボケしてました。はい、はっきりと映してくれてなかったというね。はっきりと映されてなくって、今の誰だったんだろうって思うぐらいのなんかちょっとボケみたいな感じで、まあニュアンスなんでしょうけど、それも映像作品としての、でちょっとこう私としてはあれ気合い入れた表情だったんだけどなっていうちょっと心残りはありますね。ね、はい、それ影響だったんですけどちょっと見ていただきたい、もう一回見てほしい、ピンボケしてるんで、ね、あのぜひあのたくさん見てその部分を成仏させてあげてください。本当お願いしますよろしくお願いいたします。さあ、まあそう、今年はねほんまに会いたくても会えない人も多かったと思いますから、はい、ね、まあそんな時にもちょっと気持ちをちょっとね、まあ汲み取れるというか、まあ寂しい時にこそ聞いていただきたいし、さっきのね、付き合っての人には女心を分かってもらう上で彼氏に聞かせるもよしと、いろいろとね、はい、皆さんぜひ12月の16日堪能してほしいなと思います。よろしくお願いします。さあそれではですね、番組恒例のもう3年ぶりとなりますね、リモートでもカードトークいきたいと思います。はい、1番から5番までカードがあるんですけど、これどっちからいきますか。羽賀さんからいきますか。羽賀あかねさんからいきます。私か。はい、じゃあ私は3月生まれなので3番いきます。3番はい。いや、なんだろう。じゃじゃん。お、大阪に来るときに楽しみにしていることある？おお、私これはリクロおじさんのチーズケーキってあるじゃないですか、うん、私あれ本当に食べてみたくて、私まだ食べたことがないんですよ。あら、そうなんですよ。でも結構最近こう学生若い方に流行っている動画サイトなどでチーズケーキプルプルさせたりとか、おじさんの焼きハンコみたいな焼きね、焼き芋をしてる動画なんかを見たりして、もうこれいつか絶対に食べたいと思って、うん、先日やっと大阪に行けた時に空き時間があったので、メンバー全員で向かったんですよ、リクロージさんのチーズケーキ屋さんに、はい、そしたら売り切れてまして。残念。そうなんですよ、やっと食べれると思ったのに食べれなかったんですよ。だからそれが未だに心残りではあるんですけど、いつも大阪に行くときは、あ、今日は食べれるかなって楽しみにしながらいつも大阪に向かってます。割と店舗あんねんけど結構並んでんのよね。並んでるんですね、人気なんですよやっぱり。次こそは、そうなんですよ、もう次こそ、今はまあまだ行ける状況ではないかもしれないんですけど、大阪に行けたときは、はい、なるべくその早い時間に行って変えたらいいなと思ってます。夢叶いますように。はい、ありがとうございます。はい、じゃあサブリーダー何番いきますか。石田は2番で。はい、2番てれ。お、なんだろう。今年写真集出したハガちゃん、自分の中でイケてることとはということで、これ石田さんに答えてもらいましょうということです。ハガアカネちゃんのイケてること。うん。てれる。ハガアカネさんはですね、はい、美しい髪の持ち主なんですよ。おお。髪の毛がめちゃくちゃ綺麗なんです。うん。それがやっぱそのなんだろう、髪の毛が美しい女性って私イケてると思うんですね、はい、やっぱその身だしなみ清潔感ってとても大事なので、そこイケてるんじゃないかなと思いますが、いかがでしょうか。あ、いかがですかって、やっぱそうですね、髪綺麗、これもなんか
まあ、単位はないんですけど、若さの、若さの特権みたいなのがありますよね。うわー、なるほど。今、それ言います単位はないんですよ。単位はないんですよ。だから僕かて、なんかそのもうどうせ男の子の髪の毛見てても、やっぱ若い子って、ちょっと何にもしなくても艶めいてたりとかするやん。そうかも。そう、そういう人とおんのよ。でも私、まあ、お手入れとかも気をつけてはいるんですけど、うん、ヘアアイロンのかけ方を一番最初に教えてくださったのは石田さんなんですよ。あら、はい、そうなんですよ。だから石田さんのおかげで私はここまで来たんじゃないかなと思っています。はい、だから当然教えてあげた石田さんも美しい髪の持ち主でしょ。そうですよ。そうです。めちゃめちゃイケてますちょっと今日さっき勝手にダンスしてたんですよ、うん、空いてる時間で一人でダンスしてたんで、はい、ちょっと今ボサボサなんですけど、ラジオだと言えないからいいかなと思って。そうですね、そうですね、動くとね、まあ、いろいろ崩れたりありますけれどもね、はい、美しいということで2人ともまだまだいけております。はい、ありがとうございます。さあ、お話戻りまして、はい、シングル発売記念のチェキサイントーク会、こちらが開催決定です。はい、はい、ありがとうございます。来年の2月は大阪でも予定されているんで、これはぜひねシングル買って参加してほしいですよね。はい、あのシングル買ってくださった方と、うん、あの握手とかは今回できないんですけど、あの直接お話しできる機会になっているので、あのこういう状況ではあるんですけれども、なんか素敵な時間に少しでも癒しの時間になればいいなと思って、私たちもお待ちしています。はい、皆さんよろしくお願いします。そして、モーニング娘。単体でのライブはなかなか、まあ確かにできない状況ではあるかもしれませんが、ハロプロとしての公演はあるんですよね。はい、うん、なので、詳しくはぜひモーニング娘。のホームページなどもご覧いただきたいと思います。お願いします。で、おのずと次出るのは、まあ当然ながらキリのいい70枚目ということは、うん、そろそろね、100という数字とかも視野にも入ってくるんじゃないかなとも思うんですけど。あ、すごいね、10枚目っていう、あのすごく盛大に発売されたシングルいらっしゃいましたね。そう、私石田は50枚目のシングルの時いるんですよ。キリ番ゲットしました。キリ番ゲットして、でしかもその時本当にあの渋谷の東京のあの都会の街にたくさんモーニング娘。の看板とかが出たりとかすごかったんですよ。おお、それがもう一回体験できると思ったら100枚目までいいですね。痛いですね。ぜひ、そうですよね明るい未来、楽しい未来を想像しつつ、来年はどんな1年にしましょう。来年はそうですね、あの私たち結構あのメンバーそれぞれがインスタグラムやったりブログだったり SNS 活用しているんですね。なんかこう会えない状況ではあるんですけれども、絶対にそうやってなんかつながれる場所はあるので、私たちの様子をそういうところで見ていただいたりとか、あとは新曲の発売のこともあってテレビ出演とかもさせていただくので、そういうのを応援していただけたらなと思います。はい、目を離さずに今後もね注目し続けていただきたいと思います。落ち着いたらまた今度スタジオに遊びに来てください。お願いします。ぜひ、はい、お待ちしております。ということで今日のリモートゲストはモーニング娘。20からダーイスさんとハガちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。